一歩間違って即引退となっていました。私はゆねみさんを陥れた犯人を決して許せません。こんな感じでそうだ、ゆねみさんを追い詰めたのは誰だ。メイクパイチンをしていきます。ゆねみさん、お心当たりはありませんか。まずい、話が大きくなってきた。私はすでに洗いざらいを克服し、ファンもそれを受け入れてくれた。今さら犯人を挙げつらっても何一つメリットがない。でも私たちの夢は私たちの誇り。これはプライドの問題だ。けじめをつけなければ気が済まない。そう、賭け狂い。ずっとね、賭け狂いを見てます。これはね、アニメの賭け狂い。人間バージョンはね、まだ先が進まんから、さっきアニメから見てる。やっほー。どうでもいいですよ、証拠なんて裁判じゃありませんし。それよりギャンブルで決めようではありませんか。賭け金はお互いの主張。ギャンブルで勝ったものが正義。それがこの学園の流儀のはずです。さあ、マニューですか。ここは生徒会役員か。俺が無駄なに言いがかりにやすやすと応じる。大体お前に何が。ギャンブルは最高なものと勝ててこそ成り立つ。こんにちは。なんかね、あんまりコメントが来ないですね、やっぱり LINE ライブ。あんまり見合うのかな、みんな LINE ライブは。わ、ありがとう。なおくんかな、これ。まだすっぴん。かけぐるい漫画で読んでたけどさ、アニメもめっちゃおもろいな。今ハートに真剣ハートくる。みんなハートありがとう。そういうことね。ハート送るから。あれのとこもあんねんな。
掛け狙いましょう。かき狂いましょ。ありがとうプレゼント。髪の毛ができました。なごさんプレゼントありがとう。今日は外羽かそのままか迷ってる。そのままでいっかな。そのままの方が好き。じゃあそのままにしますね。じゃあメイクしていきたいと思います。ね、邪魔なので上げて上げてからやりますね。少々お待ちください。久しぶりに見た。こんにちはハリモグさん、久しぶりやな。久しぶりです。ネクセの全然やで。眉毛整える。やっほー、こんにちは、こんにちは。メイクです。それが致命的なんです。選択できるプレイヤーは常に自分に有利のように強い順か弱い順か決められる。言い換えればこれは常に片方のプレイヤーに強い手札が配られる効果。私なら自分の方が資金があると確信できない限りこのゲームには応じない。だからも分かる理屈だ。でも、夢子の現金はコナに持っているはずだろ。あまり生徒会を舐めない方がいいですよ。チップは1枚1000万とする。何枚必要だ。私は現金を3億1000万円持っているので31枚でお願いします。マニューだ。そうだ、とりあえず100枚もらおう。そんな、やはり資金には圧倒的な差がありますね。
今度参考にします。なんのや、みんなコメントしてくださいね、よかったら。ツイキャスの方がいいんかな。これでね、チークを。3枚で3カードが確定している可能性は高い。ワンちゃんおるやん。ワンちゃんじゃないですね。弱い順を期待していると偽装し、俺に強い順を選択させようという狙いだ。俺の手はストレートに偽装。ジャバミの狙いは強い順か弱い順。チークをしました。で、次はこちらですね。マホのママにもらったやつです。10枚レイス、計21枚です。はぁ、夢からチップは31枚、負けたらチップは一気に半分以下だ。マニューダ、レイスに必要ない。レッティングに勝ったジャダミに選択権がある。強い順か弱い順か。そうですね、では強い順でお願いします。強い順。それでは、ショータウン。豚です。豚だ。両者どっか。だがエースが含まれているジャバミの勝ちだ。やった、これで少しは余裕ができたぞ。では、次のゲームに移る。こんな感じで塗っていきます。よく、このポーカーは普通のものと違い、大量のレイスに意味はない。相手より1枚でも多くレイスしていれば、それで選択権が得られるからだ。だから本来このゲームは1枚ずつのレイス合戦になるはずだ。で、下を塗りましたね。効果だが、そんなもの資金力がある相手にはプラス1枚レイスさえ加工するだけだ。結局リスクの割にメリットの乏しい手ということになる。で、こちらでこの目の下を、この女はリスクを負うことに快感を覚えるからだ。事前に話を聞いていなければ理屈に合わない行動に惑わされていたかもしれない。塗ります。で、こちらのこれで、俺の踏み台になってくれてありがとう。で、この目のここにしました。それでは今日はバイトだけなので、アイラインマスカラはしません。まあアイラインだけでいいかなみたいなね。アイライン引きます。二つ考えられ、一つは順当に豚になるのか。しかし選択権はこちらが握ることになる。弱い順狙いをわざわざ示す自殺行為か。もう一つは食物で、またはフルハウスに揃った状況の場合、豚狙いと自らで俺に強い順を選択させた上で残ったスリーか、よし、こんな感じでメイクは OK ですね。皆さんぜひコメントお願いします。 LINE ではコメントないんでしょうかね。悲しい。
初手の確率の低さ、それをブラフとする無意味さ、二重の意味でありえる。オレンジを塗って赤を塗ります。腰痛治りました、おかげさまで。バイトです、こんにちは、ケムさん。バイトし始めた時だった。やっぱり何のリップ使ってるってね。今はレブロンのオレンジと、あとムーンショットの赤です。お腹空いてきた。ヤッホー。これで。バイト入って、ありがとう。バイト楽しい。うん、楽しい。グミ、うん、なんかね、ハリボーのスパゲッティみたいな。
お前には王道を行く資格はない。そうだ、生徒会役員に復帰できるように取り出してやってもいい。自分の実力を自覚すれば、お前にも使い道はない。戻ってくる、スメラ。私、あるある、ずいぶんな物言いですね。スメラギさんに実力がない。ゆうこちゃん、うん、何味やろ、分からん。宿舎よ、みどれ。20分ぐらい。ほら。カルビおいしかない。カルビ。それを裏切れば比喩ではなくてしまい、本当の人生におけるあらゆる道が図れると思っている。生徒会はその全てを捨てる。お前にその確認。これはアポロ、これはハリボのグミ、これはハリボのあの生徒会長グミベア。それでもいけませんか。同じだな、お前とお前は。確かに大した情能だ。うまい。経歴も問題ないな。いいな、俺から推薦しておく。俺たちはどうなる。覚悟はいいな、すみやぎつり。はい。認められたかも。同じ秘密を共有する仲間として、生徒会会長の座という、そんな野心まだまだある。名護さん初見で違った。彼にとっては私の困る一つに過ぎない。プラザで買ってんけど、いやダメ、フィッシュ16段あるの。16個全部に入ってる。グミです。これはアポロですね。ゲーセンで撮った。
妈妈不算伤心的呢。受けてる。はあ、アプはとマイブとか、ふんふん。あとブッチョ。こんなのやばいで、お菓子だらけ。あとこんな感じ。こうやって補充していくの。ありがとう。テフト、なんか、ね、最近コナン食べてるからデブってるんでしょ。そう、試食お菓子だからみんなお菓子ちょうだいな。あ、言った。お菓子何が一番好き？グミ。ハリボーのブリックスっていうグミ。でも他は、なんだろう。なんだろう。ヤッホー。なんだろうな。なんだろう。なんだろうな。あ、でもね、駄菓子が一番好き。思い出した。駄菓子のあのさ、ジャガバターみたいなの知ってる？ちょっとなんかポテチみたいなやつやねんけど、3枚とか4枚入りのやつで、
小袋のやつやねんけど、それがもうそれならもう一生食べてないで。お菓子がおまけがいいな。何が処刑不明なくなったって何を入れようかって考えてる。めっちゃ初見ですよ。20分過ぎちゃうほんまや。判定不可能なものをかけていては成り立たない。よってそのレイズは却下。何を今から。勘違いしているようだが、ジャバミの人生計画表は借金返済の担保として発行されただけであって、人生の価値が算定されたわけではない。第一人生計画表の最終決定者爪取ったとこグログの。ああ、なんでわかったん。今取った。このレースをどう判断しますか。この学園の秩序、弱肉強食のルールを愛し、押し着せの統制を良しとし、あなたはどうご判断。貴様、何を言ってるか分かっているのか。リーダーは私だ。何を盾の対象とするかは私が決める。時価総額は数千億円。そして彼女の父親は代表取締役であり、
もちろん、この家に何もない。スクショして。かわいい子ぶるやつ。その目、そもそも会長はいつからおそばに。はい、こちらに来て髪を切ってちょうだい。というわけでね、ここら辺にいたしましょうか。皆様見てくれてありがとうございました。メイクもできましたし、今からちょっとお仕事をしたいと思います。それでは皆さん、また明日。バイバイ。ちょっと終わるな。